そこ大きいよね。かなり大きいと思います、うん、やっぱ。はい、どうも藤本動画藤本です。今日も、藤本動画、やっていきたいと思います。今日はね、いつも電動キックボードアーバニスト600でね、お世話になってます、ビークルフワンさんがここ渋谷のね、渋谷ですよ渋谷。渋谷の小島に。EV ランドさんというね、販売代理店さんとね、協力しまして新しいお店をオープンしたということで遊びに来ました。はい、ね、ここはアーバントライクありますね。じゃあちょっと入ってきて挨拶してきますね。どうもこんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。すごいですよね。こんにちは。一度です。はい、一応ね、吉田さん、はい、吉田さん、うちの専属ミュージシャン、勝手に専属ミュージシャン、今日うちの方で、ね、遊びにね、本当にちょっと、彼がね、こうすごくね、こうね毎回ニューアーバニスト600に試乗してもらって、はいはい、めちゃめちゃハマっちゃったらしくて、はい、すごい興味があったということで、今日、来てきてみました。今日、すべての仕事です。ありがとうございます。このアーバントライブね。そうですね。おかげさまで EV ランドさんに席はまりで任せてからですね、はい、本当にすごい売れ行きも良くてですね、うん、非常にこの間も日本の本市のね土地柄が高い、ね、すごいすごい高級ショート印象で、ね、すごいね、わらが東京なんでね、逆にそうなんですよ、はい、ちょっとエンゲル係数上がっちゃうんですよ、なんか食べる時にちょっと後で少しね、せっかく来たんで、はい、ここのお店にね、ビーグルファンさんとこう、はい、イーブランドさんにコラボした自殺とかも、はい、そうですね、ちょっとお話を聞かせてもらって、はい、でまた、はい、今日ちょっと市場もね、はい、僕と彼とやってくれたら、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、藤本動画藤本です。ということで、EV ランドショートベースさんのねお邪魔していますけれども、はい、ね、すごいなんかあれですね、新しい匂いがね、まだまだいつオープンになられたんですか。販売を始めさせてもらったのが、はい、今年の9月から で、はいはい、でここが出来上がったのがもうそれこそ9月の終わりなので、まだ1ヶ月経ってないです ね、はい、全然出来立てです。出来立ての感じでねもうでもいっぱいお客さん来ましたから。そうですね、やっぱりその近隣の方はもちろんなんですけど、はいはいはい、全国いろんなところから、ね、YouTube とかね、こういう松原さんにいろいろ上げてて、そうですそうです、もう絶対行ってみようと思ってありがとうございます、はい、すいません、ちょっとね、いきなり始めてしまって、はい、申し訳ないんですけど、とりあえず、ご紹介というか自己紹介ね、してもらった方がね、皆さん見てくださる皆さん分かりやすいと思うんで、はい、まずは松原さんから。私は、はい、はじめまして、近所の人です。あ、違うです。一応あっちのカメラか。こっちのカメラで、あっちのカメラで。あっちですね。はじめまして、ビークルファンの松原です。です今日私はですね、株式会社ビークルファンという会社のですね、代表取締役を務めさせていただいてまして、主に電動に特化したですね、楽しい乗り物をですね、全世界に提供していこうという形で、始めている形です。もう初めて10年になります。はい、そうですね。で今回EV ランドさんがですね、正規販売店さんという形になりまして、正式にね、販売を開始させていただいたので、それを全面的にねバックアップしてお手伝いさせていただいてます。よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい、どっちでしたっけ。あ、じゃあ一応カメラにね、奥、はい、奥のカメラ奥、はじめまして、EV ランドの岡部です。
僕たちの EV ランドなんですけども、もともとは、うちの代表が松原さんのビーグルファンさんで、車両を購入したところからきっかけで事業っていうのがスタート、はい、何を購入されたんですか、車体は。一番初めはですね、あのリバーストライクをですね、マザーズは江戸川まで買いに来られまして、あのヘルメットかぶんなくていいやつですね。あ、そうですね、キックボードのヘルメットいらない感じですよね。そうです、でその時にたまたま置いてあったつくつくをご覧になられて、いやこれもいいなということでその時ご予約を得られまして、そういう縁があったんですね。そうですね、それからコロナでちょっとあの何でしょう、納品まで時間かかっちゃって、その間こういろいろこうやり取りをしていく中で、まあ仲良くなりまして、それで納車の時にですね、あのこれ乗ったら面白そうだねっていうことで、まあ、通勤に使われていた時に、まあ、今までね、あの社長もテスラで通勤されてたんですけど、まあ、一人でね孤独だったなんてお話をされてまして、まあ、それがね実際にトゥクトゥクを乗り始めてからですね、いろんな人に声かけられて、いやこれ楽しくてしょうがないなというところからですね、あの僕もね正直言ってこう全部今まで10年一人でいろいろやってきたので、まあ、そういったところでね、まあ、販売の方でですね、まあ、全面的にお任せしようというところで、あ、リバーストライカーを買った後にトゥクトゥクを買われたってことですか。そうです、そうです、なるほど、そうなんです、立て続けに。そうです、でトゥクトゥクで通勤をずっとされてたんですね。で、そこの通勤をしていた会社に勤めてたのが僕。社員さんということです。そうです、社員で一緒にやらせてもらってて、お仕事、トゥクトゥクとかリバーストライカーを買ったことからこうご縁で始めたということは、そうです、新規事業っていう。そうです、あ、そうです、まあ今始まって9月から、そうですね、9月から正規販売店ということで、やらせてもらってて、新しくね、その EV ランドっていう会社法人をね、そうですね、立ち上げていただきまして、なるほどね、じゃあもともと既存のこう電気自動車とかそういうのっていうのも本当にビーグルファンさんとご縁があって、あ、そうです、もうお店も1ヶ月の新品ですし、会社もまだ、あ、そうです、そうです、まだまだ出来たてこやこやなんか夢がありますね、なんかあやかっといた方がいいよ、よろしくお願いします、いや、めちゃめちゃね、ちょっとどうしようみたいな顔してるんで、一応ちょっとあの自己紹介させてあげていいですか。はい、お願いします。あ、お世話になります。ギタリストの一年です。声ちっちゃいよ。あ、よろしくお願いします。藤本です。はい、じゃあまた。そういうことだったんですね。そうなんですよ。こちらのお店っていうのは常駐で何名の方がいらっしゃいますか。僕たちはまだまだ小さい会社なんですけど、営業マンが今3名、はいはい、で、まあ、営業日というか、営業日はもう火曜日を除いて僕たちは常駐している形になっています。はい、3名の方が常駐しています。そうです、はい、松本さんはもう基本的に僕も土日はあの家族サービスで、いやでも、もしですね、もし松江の、はいはい、あの新本社の方ですね、今度11月22日はあのプレーオフになるので、そこからですね、今度土日が仕事になるので、あ、そうですね、はい、そこもあの家族サービスなんてね、行ってられなくなっちゃいますので、まあ、そこからね、ぜひ一緒にやって、時折はこちらの方もいらっしゃるんですか。あ、もう普段はもうほとんど来ないです。で逆にあのお問い合わせが入って、逆にあのこっちの城南地区とかの方のお問い合わせの場合、逆にあのこっちに市場に来ていただいて、はい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 、逆に千葉ですとかね、あっちの状況の方は、じゃあもうエリアを分けてみたいな。そうです、そうですね。では今後の展開としては、ビブランさんもね、やっぱりあの名古屋ですとか、はい、大阪とかね、まあそういった、あのまあ、沖縄も今回施設も決まってるんですけど、あと熊本ですとか、そうですよね、という形でどんどん全国展開してですね、やっぱりもう一番その僕もその何でしょう、やってて辛いのがやっぱりあのいろんなところの地方の方々ですね、やっぱり試乗したいっていうところで、試乗できないのっていうところで、やっぱり拠点が東京なので、そういったところをね、やっぱり今後やっぱ皆さんのね、あの近くでやっぱり乗っていただけるね、であのご購入いただいたときに近くでメンテナンスできてっていうところからですね、やっぱり EV ランドさんはもともと母体の会社がですね、あの15店舗やってる大きい会社であるんで、まあ、そういったところでね、もうノウハウもね、店舗がしっかりしてらっしゃるので、まあ、そういったところで、ね、一緒にこれ組めば、はい、全国展開早いかなと思いましてですね、一緒にやらせていただいてます。全国展開とか、あ、そうですね、ね、はい、夢がなんかすごい、まあね、前の事業がちょっと僕どんな事業だか知らないんであれなんですけども、いや、もう全国展開じゃないですよ、世界、ズクズクで世界政府、ズクズクで世界政府、すごいですね、まあ、それを目論んでますね。そうですね、ね、世界ミュージシャン目指してる一緒の子はどうなんですか。もうズクズクもぜひ乗ってもらって、世界をね、バッテリー100ぐらい積んで世界を旅してもらって一応今日、あ、さっき言いましたっけ、あの彼がね、すごくあの僕 の、 あのアーバニスト600ね、そうですもんね、いつもそのご紹介いただきました、乗ってもらってっていうか、一緒に、はい、ちょっと彼に、あの、まあ、
基本プロのギタリストなんですけども、こういったビジュアルなんで写真映えするんでね、よく写真撮らせてもらってるんですよ。でその時にたまたま僕の車にいつも乗ってるんでね、アハネスを600が。でそれをこれ何ですかって言うから、ちょっと乗ってみなよみたいな感じで、乗ってもらったらめっちゃ気に入ってくれて。いや嬉しいですね。で僕の方の YouTube もね、アーバニスト、アーバントライカーの方もね、すごい数字が活かしてもらって、もういないと思います、僕それ。唯一の20万再生というね、ものすごい数字をなぜか僕のチャンネルで叩き出してるという。藤本さん乗っていただいた時はまだ初期型でですね、本当クッてやらないと回線モードが効かないんですけど、今のはもう本当、今もう3代目なんで、もう本当にもう、なんでしょう、そういう煩わしいものが全部ないので。あれからモデルチェンジして今3世代目っていうことですか？そうですね、今もう、日々もうやっぱりうちの特性っていうのはやっぱり、もうどん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 お客さんのエビデンスですとか、実際乗っていただいた方のご意見聞いて、もう翌月の仕入れからどん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 やっぱり改良していってるので、もうそういったところがやっぱり大手に負けない自信でもあるのかなっていうところはあります。めちゃめちゃアグレッシブですよね。なんかどんどんこうなんか、なんかまた変わってる、また変わってるみたいな。気づいたらトランスフォームになってる。もうすごいですよね。そのぐらいにね、しようと思うと思ってますけどね。今日は彼がね、いろいろその、こちらの商品をね、載せていただきたいということで、市場の方をね、当然僕の方もね、乗らせていただこうかなと思ってるんですけど、一応メインは彼がね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、ギターのコラボとね、はい、時々とギターのコラボで、ね、ぜひ。ということで、じゃあ、後ろの方は、今後ろで頑張ってるので、はい、ご紹介して。こちらがですね、はい、僕たち、EV ランドの、営業の熊崎なんですけど、メインにやることいつもやってることは、YouTube 撮影と編集です。なるほど。もう、はい、うちの、EV ランドもですね、はい、YouTube をいつも編集してかっこよくですね、作ってもらってる。ということは、これから僕と一番密接に関わり持ってくる可能性のある方という可能性が。そうですね。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ、とりあえずちょっとね、あんまり長話してて尺稼いじゃっても、視聴数があるかもしれないで、そうですね。商品もね、これから拝見させていただきたいと思います。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。なんか可愛いですもんね、車体がね。なんか将来的にはこれでなんか競技ね、モトクロスのような電動バイク競技みたいにできそうなぐらいな、もう見る限り走破性がね、すごい良さそうですね。